え、皆さんこんにちは。早いですね。始まります。なんか言ってください。はい、皆さんどうもこんにちは。今日は、私のチャンネルにですね、スペシャルゲストをお越しいただいています。はい、シューターズの大輝さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、まあ、せっかくなので、はい、いろいろなテーマについて、対談させていただこうと思っております。はい、じゃあまず今年を振り返っていかがでしたか。はい、今年ですか。はい、僕から。はい、どうぞ。今年はですね、僕かなり、まあ、変わった年だったかなって。変わった年。はい、まあ、仕事を辞めて、僕の場合アパレルの業界の方に飛び込んで。そうですよね。はい、スタッフ店員として働かせていただいて、はい、まあ、さらに YouTuber としても、まあ、ちょっとずつ大きくなりつつと、まあ、なんか自分のこう意識っていうのもなんか変わった年かなと思います、ね。変化の年ですね。はい、変化の年ですね。なるほど、なるほど。ですか、松本さんはどうですか。僕ですか。はい、僕はでもシンプルに楽しかった年でしたね。はい、すごいエキサイティングな年で、はい、今まで生きてきた25年間の中でも一番エキサイティングだったかなっていうふうに思います。うん、なんかいろいろなこともやって、いろいろなところに行って、いろいろな人とも出会って、はい、なんかこういうコラボ動画みたいなことも、ね、まあその一つではありますけども、はい、なんか本当単純に退屈だなっていうか、なんか毎日はみたいなふうに過ごしてる時間が少なかったかなっていう意味において、すごい楽しくていい年でしたね。どうですか、やっぱ動画とファッションって今年結構僕元年だった気するんですよね、2018年。そうですね。そのファッション YouTuber っていう、まあメンズにおいてですけど、うん、人たちがポコポコ出てきて、結構ジャンルとして一つ確立されて。そうですね。で、なんかそのファッション業界っていうものに、まあ、YouTuber もそうですし、なんかこう動画とか、はい、なんか今までは写真撮ってブログに載せるとか、はい、インスタまであったけど、その先のその動画メディアとして YouTube をこういろいろこう活用したりとか、 YouTube 上で活動している業界の人が増えてきた感じじゃないですか。増えてきましたね。その辺のファッション YouTuber の未来、はい、未来ですか。どのようにお考えですか。個人的な、まあ、ちょっと願望も、ああ全然含まれてるかもしれないですけど、はい、まあどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。多分やって失敗してる人はまず見てないです。あー、なるほど、なるほど。はい。確かにそうかもしれないですね。失敗か、まあ、成功って言ったらまたちょっとわかんないですけど、そうですね。失敗してるな、みたいなのを正直見てないです。損してる人を。うん、続けるのが、まあ確かに難しいのは難しいんですけど、はい、まあ、ほとんどリスクがないような気がしますね。じゃあもっとどんどんやった方がいいっていう。やった方がいいと僕は思います。僕もそれは同感ですね。特になんかファッション業界の人とかも、なんかセレクトショップの人とかもどんどんやったらいいのになとかって思うんですけどね。はい、なんでやらないのかなくらいに僕は思ってますし、うん、そもそもなんか、まあ、YouTube もそうですけど、動画っていうものの可能性というか、うん、やっぱ僕は信じてますから、なんか今後もその流れはどんどん来年以降さらになんか強くなっていって、もう本当に切っても切り離せないくらいになればいいなというか、そうしたいなとかって僕は思いますけどね。まあ YouTuber として、あ、はいはい、結構地方のお店さんとか、ああ足を運ぶこともありますよ。はい、松本さんもまあ地方で、そうですね、 YouTube をやられてるということで、まあ、今までこう地方っていう、こう壁があったと思うんですよ。うん、まあ、正直長野のここでこのセレクトは確かに、あ、そうですね、難しいなって思う部分も僕もね思ってしまうことあるんですけど、はい、でも動画っていうね、 YouTube ってものを通してそれをもう本当になくそうとしてるじゃないですか。それを多分一番感じてるのが多分松本さんかなって僕ちょっと思うんですけど、はい、実際に地方でこう YouTube を始めてどうですか。やっぱりそうですね。いやでも本当今おっしゃった通り、あんまりなんか、まあ長野っていう正直東京ともまあ割かし近い土地柄だったとしても、はい、あんまりなんかそのそこまで都心と地方でやれることに
大きな開きがあるかと言われたら、まあ、やり方次第では全然そんなことないなぁとは思います。ただやり方次第です本当に。やり方はやっぱ都心部と絶対変えるべきだし、まあ、違うんですけど、うん、ただそれをちゃんと考えて、まあ、トライアンドエラーしていけば地方だからという理由でなんか諦めることはそんなにない気が僕はしてて、で逆に地方だからこそあるメリットも僕はあると思うんです。例えば家賃が安いとか、はい、そういう基本的なコストとかは圧倒的に都心東京とかと比べて地方の方が安いので、うん、そういうところも考えると、まあ、やり方次第で本当にもしかしたら都心よりも自由に何かいろんなことができて地方だからこそできるよねみたいな、うん、そういうこともあるんじゃないかなとかっていうふうに思ってて、なんかそういうのを、まあ、もうちょっと時代に合わせてですけどね、地方の方もなんか新しいやり方とか新しいお店のあり方とか、うん、なんかそういうのはどん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 今後も、まあ、追求していって、まあなんか地方店でうまくやってる一つのモデルっていうような形を作れたら僕はいいなと。その地方でやってるじゃないですか、はい、地方で例えば YouTube やって、はい、お客さんがじゃあその地方の人かって言われたらそうではないですよね。まあそうですね、必ずしもそうではないですね。なんか例えばですけど帰省のタイミングでとか、はい、普段東京にいるけどこっちに来た時とか、はい、っていうこともありますし、隣県で比較的まだ来やすい、うん、あの県の、まあ、例えば新潟県とかだと、まあ、長野市比較的近いんで車で来てくださる方とか、必ずしもというか、まあ、僕的にはむしろ長野県民の方が響いてねえんじゃねえかって僕は思ってるんですよね。あんまり長野県民の方が僕のこと知らないんじゃないかなとかっていうふうに思ってるくらいですね、本当に。かなり、まあ本当近隣の県だったり全国から、まあ、大げさに言えば全国お客様が、まあ、足を運んだりとか、はい、ネットで購入してくれることが増えると。そうですね、まあ、単純にやれば窓口が広がるってことですよね。そうですね、もう関係ないと思うんでね、特にあのネットの通販とかに関して言うとそれこそ地理的な何かとか、うん、正直関係ないんで、うん、そこはクリアできるかなと思いますけどね、やり方次第で。で、まあでそちょっとまた話がこう、はい、二転三転するというか、ちょっとさっき気になってたことを話したことで気になったことをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、まあ先ほどやり方次第ではって言ってましたね、はい、言ってました、はい、でそのやり方次第ってところで、はい、こうまあその一つのやり方がまああると思うんですけど、はい、松本さんはこう両松本っていうキャラクターをファッションに上乗せして、はいはい、それで動画を見てもらってでそれを紐付けてファッションっていう形でやられてる、はい、わけで、はい、じゃあ地方のお店さんがじゃあどういう風にやっていったらいいのかなっていう部分が思うんですけど、まあ、僕の中でまあ一つあるんですけど、お、まあ、僕の中ではやっぱこの YouTube っていう媒体をファッションだけじゃなくて全部を見るっていうのがすごく大事かなと思う、はいはいはい、上から下まで YouTube を見る研究するってことがすごく大事な。あ、なるほどなるほど、はい、あ、じゃああれですか、 YouTube を使って地方でうまくいくためにはっていうのは。そうです、あ、なるほどなるほど、あ、そうですね、僕は結構こう一般会みたいなのないと思ってるんですよね、正直。例えば発信の仕方にしても YouTube でも僕と九州タワーズさんやり方全然違うじゃないですか、はい、うん、僕はもうバーって話す、でもあの九州タワーズさんみたいにちゃんとこう編集もされるかとかっていうところでも結構差があるわけじゃないですか、はい、っていうところで言うと、まあなんか自分に合ったやり方を見つけて続けるっていうこと、はい、続くやり方を見つけるっていうことが、まあ、僕は一番大事かなっていう、うん、やっぱ続けないと何にもならないじゃないですか、うん、よっしゃ始めたぞってなってもやっぱ続かないと何も意味がないんで、うん、その YouTube 上でっていうような考えているのであれば、まあもちろん最初にやってみるのはすごい大事ですけど、うん、模索しつつ続くやり方で自分らしくやっていくという、うん、そこじゃないですかね。その先の何かは多分まあ人によるかなと思いますけどね、僕は。でですよ。で、それを見つけるために僕は一番手っ取り早いのが YouTube 全部です。で、YouTube 全部見ると、はい、自分に適した人が意外といるんですよ。あ、例えば、両松本さんが今、バーって言うのも、先駆者として、他のジャンルでいっぱいいるんですよね、はい、正直。で、僕らがこういう感じでやってるのも、
まあ他のジャンルを見るといっぱい。で、本当に他のジャンルで、こう、バーっていろんなことをやってる人がいて、はいはい、意外と、あれ、自分とこいつ似てるなって思うやついるんですよ。そういうところを見つけていくっていう。そうです。それを見つけて、いかにファッションに落とし込むかってやれば、僕なんかちょっとは、うまくいくんじゃないかなって。成功者を例に、こっちのファッションに掛け合わせていく。もう、わかったっす、今のお話聞いて。僕と完全に考え方が違うんですよ。はい、多分、大輝さんはどちらかというと、そういうふうに、先人の例をこう、はい、うわーっと見ることによって自分にフィットするやり方とか、うん、この人はこれでうまくやってるからとかっていうこう、はい、研究のデータベースをもとにやるタイプだと思うんですよね、多分ロジックに、はい、僕はそうじゃないんですよ多分。なんでもうとりあえずやってみろと。でやってみた結果ああだこうだトライアンドエラーをしていく、はい、その現場の中で自分に合ったやり方を見つけ出すっていうのが、うん、僕がやってきたやり方と、うん、多分僕の性格なんですよ。なんで、はい、どっちがいいとか、どっちが悪いとかじゃなくて、はい、多分、これも本当に自分に合った何か。なるほど。なんで僕は、まあもちろん YouTube 好きで見てたんですけど、はい、その自分がやるっていう前提で成功事例、この人はこういう理由で成功してるからとかっていう観点で見てたんです。もう完全にウォッチャーとしては見てたんですけど、自分が発信者になったとしての、うん、この人のこういうところとか、成功事例としての、うんデータを集めるっていう観点で僕は見てなかったんで、そこはここでもこれくらい結構差があるんで、なんでやっぱなんか自分の性格と合う合わない、だからその九州タワーさん流のやり方は一つとして多分正解だし、はいうん、なんか結果僕はどちらかというと直感系なんで、はい、ロジック派です。そう言われてる見るとそうですね。そうな多分そこじゃないですかね。確かに僕は普段の YouTube 全部何かにつなげようって思いながら僕は見てるかもしれないですね。なんか本当にいい悪いとかじゃなくて正解性格とやっぱ特色、それがまあ特色にもなったりすると思うんですね、はい、チャンネルの。なんでまあ僕はそうですね、まあ一つだと思いますし、見てさらってブワーン、うん、僕はそうじゃないですよね。別になんかディスってるとかじゃなくて、まあ確かに、まあそうですね。いやでもお互いにやり方があるんで、やっぱこう僕からすると、まあリスクはあるっすよね。リスクはあるというか、あります。あ、そうですね。本当にカリスマ性があったりとか、そうですね。例えばその自分に本当に絶大なの自信があるとか、そういうのがないとやっぱなかなかねこう、ああなるほど、うまくいかないとは思います。それでやめちゃうかもしれないです。変に勇み足で言ったのに、はい、結局うまくいかないで辞めちゃう人もいっぱいいると思います。確かにそうですね、はい、なんで僕はまあ本当にバーって見て、まあ、意外と、まあ、僕も変な自信を持ってるんですよ。この人たちが成功してるんだったらいや僕もやれると。でもこの分野はもう無理だと、じゃあこっちの分野でどうですかという感じで、なるほどなるほど、やれると思うんですよね。で僕らがファッション系を始めたのももともとそうだったかもしれない。はいはいはい。確かに確かに。バーって僕ら最初いっぱいいろんなことやって、結局自分に向いてる向いてないものがあって、で、それを、で、もともとのファッションも好きだったんで、それをじゃあ好きなことでやっていこうってことで、こっちに落とし込みます。わかったっすわ。はい。ああ、なるほど。もうほんと違いますね。なんでまあ僕らがこうやってきたことと、まあ松本さんがやってきたことが違う、まあ同じ、3万と僕ら2万5千、2万4千ぐらいなんですけど、同じぐらいのもの、違う始まり方でも、あそうですね。まあ数字で見ればほとんど同じようなものになると。そうですね。正解はないですよね。まあまあ正解は確かにないです。だから僕はその一つのやるきっかけとしては、やるアドバイスとしては、僕はまあたった2万人ぐらいですけど、やるアドバイスとしては、こうやっぱ自分に向いてるものを見つけて、それを何かに落とし込むっていうのがやっぱ、一番いいかなと思うので。なるほど、なるほど、なるほど。面白いですね。やっぱだからロジックなんですよ。左脳、右脳。もう確かに。どっちかっていうと。理系なんで。はい。なんかバランス、まあもちろんバランス必要ですよね。はい。多分左脳ばっかじゃダメかもしれないし、右脳ばっかじゃダメかもしれないですし、やっぱなんか、バランスは必要かなと思いますけど、やっぱタイプとして、必ず何かロジックがあって、ですよね、多分何かやるとき仮説があってとか、そうですね、こうなんじゃないかとかっていうのがありつつ、それをどう
実証していくかみたいな、そうです、そういう脳みその使い方ですよね。仮説があって失敗してまたそれに対して反省してっていう感じですね、僕はどちらで言ったら。僕はもう結構割り切ってるんですよ、そこは。もう考えても分かんねえと、はい、っていうのが僕の前提としてあるんですよ、まず自分の性格上、はい、いろいろ考えても分かんねえことは分かんねえと、だったらもうとりあえずやっちまえと、はい、でやった結果、ああそうかとってなったら、まあじゃあ次うまくいったら次とか、うまくいかなかったらこう、はい、本当自転車操業というかそんな感じなんですよね。面白いですね。結構真逆なんですよね、はい、この僕らのチャンネルのカルチャーは、はい、作り方としてはですね、そう同じ題材ファッションっていうカテゴリーでやってるのにもかかわらずやっぱり全然違うなっていうのが、僕はまあ面白いですけどね。という意味では、まあファッションの地方のセレクト社、セレクトさんがこうやるっていう意味では、まあどっちがいいっていうのもないっていう、まあ、ただまあでもなんかもうとりあえずやれっていうのは思います、うん、僕は。でやなんか一歩踏み出さないと何も始まらない感もあるんですよね、うん、多分なんかやってみなきゃ分からんよっていうところ。どうですか、業界全体を見たら、ファッション業界を、うん、あファッション業界の未来ですね、はい、明るいと思うかどうか。明るいと思う。日本でいいです、日本で。僕はまあ明るいんじゃないかな。おお、まあ、なんでかっていうと、はい、まあ、正直僕あんまりこう過去に興味なくて、はいはいはい、そんなに僕はバブリーなファッション業界知らないです。あ、僕も知らないです、はい、知らないです。なんで衰退って言われても、正直多分皆さんもそうだと思うんですけど、消費者は何が衰退してるのかどうか分かってないですよ、うん、僕も正直こういう立場になって、まあ今いいとこにいるからか分かんないですけど分かんないですけど、はいはいはい、まあ、衰退って言われてもなんか全然ピンとこない、ピンときてない自分がいる、はいはい、まあ、これ危ないかもしれないです、はいはい、これ危ないかもしれない、はいはい、なのでその考え方が良くないなと思って、衰退と思っている人たち、衰退を言い訳にしてるのが良くないなと思って。あ、なるほど。もう悲観的になってるのがいかんと言えば、はい、あ、なるほどなるほど。ね、経済的に見ればこう IT が出てきてすごくこうお金はどん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 、まあ日本がって言ったらちょっとまた難しいですけど、はい、ね、買う人はいっぱい買うじゃん、わけで、そんなに悲観的じゃないではないですね。やり方次第ではもっともっと服は売れて、いや僕もそう思うんですよ、もっともっとお金は回ると。でもその代わり格差はすごく生まれます。そうっすよね、そうそう、だからめっちゃ売れる店と全然売れない店がこうなるんですよ。そうです。でもそれを業界として見た時にどうかっていうところですよね。自分の店はイケイケどんどんだと、はい、その可能性、状況を作ることはできるかもしれないですけど、はい、全体としてのパイは僕はこうなっていくと思って、シリスボミ、うん、どちらかというとゼロにはならないですけど、まあ右肩上がりで。でもそれ考える必要ありますか。でもいや、あ、僕あると思うんですけど、ね、全体のパイをやっぱり